代の清倉は新拠点のね氷山の村と最初の村をつなげるねネザーのタイムマシンとか移動装置を作りました。これでねエリトラがなくても徒歩で移動できるようになったんですけども、今回の動画ではこの新拠点の氷山にお家をね、記念すべき一発目のお家を作っていきたいと思います。ちょっと並んで、うん、並んで、大体の主張激しい一歩引いてどうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてあいおつです。大原です。そしておつです。大体です。ありがとうございます。それ固定なの、おつですになったの。二人いますけど、うん、そう、ちょっとおつです、二人いらない。確かにかぶっちゃってるからね。俺のオツです継承するか。まさかの俺もらえるんですか。いややめてください。オツですは大原。今日なんですけど、海底都市作ろうみたいな話したけど、今日は氷山の上に自分のお家を作りましょう選手権、よろしくお願いします。あー、なるほどね。よろしくお願いします。みんな一人一軒ずつですか。はい、そうです。自分が思う住みやすい家を作っていただければなと思います。で、どこにね作るのかと申し上げますと、別にどこでもいいです。はい、あ、ここら辺だったら OK ってことか。ここら辺だったらいい。うん、めちゃくちゃ噛んだね。この辺であればもうどこでもいいんじゃないかって。もうなんか海にプカプカ浮かべてもいいし、山の上に作っても俺が一番だと、俺がてっぺんだっていうね、もう意味いいし。じゃあ自分の村作ってもいいわけだ。バン。村制限時間あるから、それは。ああ、そっか。やっぱり。ということで、用意スタート。始まりました。急に始まった。え、そういう感じで始まった。え、大体結構そんな遠く行く？え、ちょっと楽しいからさ、氷の上始まるの。なんですかそれ。行った。それで言うと楽しい。ほら。どこに作ろうかな。まあ、ちょネザーが中心か。お、大原選手まさか。てっぺんに作ろうと。俺一番偉いからさ。うぬぼれるなよ。俺ね、俺決まりました。これは今後ね、海底都市というか、やっぱ水の上に結構作っていくのがこれからこのキヨクラワールドで主流になっていくんじゃないかということで、僕は水の上に浮かぶ家を作っていこうかなと思います。そのためにちょっと山を切り崩してね。環境破壊、環境破壊、いや、これ本当環境破壊の温床ですよ。これは良くないね。良くないですよ。ちょっと、うわっ、え、クリーパーバン。え、なんで、なんでお前どっから来たの。今いたね。やばいよね。俺もびっくりしてる。やばいよね今の、うん、え、なんで石の中埋まってたクリーパー。化石じゃない。化石ですよ。見て見て、庄司さん見て、ここだよね。タイタンやばくね。え、ここにピンポイントでいたよね。ピンポイントでいた。いや、大原大げさだなとか思ってるけど、どうせ。いや、俺今反省してるから。今反省してるの。なんかした。いや、あまりにも素の反応すぎてうるせえなって終わらしちゃったのかね。雑すぎだなと思って。よし、作っていきましょう。で、僕はですね、結構素材、ほら氷山ね、集まったんで。あれ、てかこれってさ、水に溶ける？薄い氷だったら溶ける。溶けてるね。その松明で溶けちゃうんですよ。あ、マジか。え、じゃあ松明あんま立てない方がいいってこと？まあ、ちょっと氷から離す感じにするか、氷の種類を変えるかな。なるほどね。結構大変だな。氷塊は確か氷で溶けなかったと思うから、まあ、その辺をなんかどうにかうまく調整してほしいなって。そういうことだよね。オッケー、視聴者さん、これ驚いてます。あー、急遽その手があったかと。タイタイ一緒に作る。そうだね、うん、え一緒に作ろう、一緒に。みんなで仲良く。そう急にわしはぶられたんだけど。あー、出たこの前、はい、集会に呼ばなかったから俺のこと。出たいや、そう、あ、そう。そうなの。タイタイさん、あの、はいはい、俺らね、うん、氷枯渇なんで。氷枯渇、氷をちょっとね、山を崩して取りたいです。じゃあ僕に任せてください。いや、僕も取ります。多分死ぬほど。え、てかさ、俺思ったけどさ、俺結構石持ってきたけど、うん、別に石じゃなくてこの氷でさ、家作っちゃういいんじゃないの。穴雪じゃん。穴雪ね。言葉を失うよ。何が持った石。やべえこと言わねえだろうなと。何そのやべえことってなんすか。いやいや、なんでもない。ほら、バジェなんすか。ほら、はい、ちょっと、
え、どういうこと？出た、出た、唐突に解説求めてくるやつだ。ほんと油断なんだよ。やってんな、こいつら。よし、ちょっとそしたら結構ね、氷集まってきたんじゃないかなと思うということで、大体さん、あとはあとはもうこれを埋めて上に立てるだけ。え、あれ大原作ったやつだよね。何それ、ケーキみたいな。うん、ケーキ、シュークリームみたいな。ケーキじゃねえよ。ケーキではねえけど。え、何それ。俺だな。いや、オレンジだよ、オレンジだよ。すげえな、すげえ。何使、何でできてんの、そのなんかふわふわしてる雪。まずおしゃれな。いや、その辺にあったじゃん。あ、ほんとだ、その辺に落ちるやつ取ったのか。そう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 。大体選手、じゃあちょっとここ手分けして広げよう。気づいてしまったことがあるんですよ。はい、お願いします。氷塊が4つしか持ってないって。え、それなんで。あれ、シルクタッチついてなかった。そういうことか。あ、これシルクタッチ系 YouTuber？ そうです。終わった。めっちゃ取ったのに4つしか見えない。多分ちょっと取れてないっていうのが、そもそも壊しただけってことがなってるか、判定としては。多分そうだね。あ、じゃあ大体ちょっとあのネザーゲートの下来て。はい。シルクタッチか。シルクタッチが当たり前の世界になっちゃダメだな。なくすだよ。下にある、下にある。ありがとうございます。貸すだけだからだ。なくすだよ。いや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 。帰ってこなそうだな、あれ。いや、これなくしてなんぼなんですよ。そうっすよ。うるせえうるせえ、やめろやめろ。俺のガチツルハシなんだ、あれは。やめろやめろ。ガチツルハシ。いや、なくしがいがあるね、やっぱりね。やばい。どうだ、あいつ何も反省してねえ。よし、あ、でもまあ土地はまあもうちょい広げられたらいいかな。よし、ちょっとね、この辺を実際にもう石とかでちゃんとね、置いとこう。やべえ、中途半端に雪なんか使わなきゃよかった。素材がなかった。すげえな。めっちゃ白熊に占拠されてる俺らのベッドが。同化してる。かわいいじゃん。石切り台、よし。あ、石切り台マジで大切だよな。いや、石切り台に慣れてしまうと普通にクラフトするのがアホらしくなってしまうんですよ。石切り台って何になるの？これいろいろクラフトできるんだよ。石をなんか、あの石限定の作業台で、普通の作業台と使うよりもあの量が多く作れるっていう。なるほどね。めちゃくちゃお得。ちょうどここさ、石でここ覆うからさ、なんかおしゃれじゃね、こっちの方が。いいね、いい感じ、いい感じ。いい感じだよね。うん、で、石半石ここに結構置いてあるからさ、半分埋めてもらっていい？うん、ありがとうございます。はい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 。どうでしょうか。どうでしょうか。お、おっとおっと、タイタン選手が、タイタン選手スタートしてる。さあ、キヨキヨ追い上げてきた。追い上げてきたぞ。キヨキヨが石を置くスピードが速い。オッケー、最後楽しそうだな、そっち。押します。よし。あ、夜でーす、夜でーす。これ、夜遅い、寝るの遅い人はもう。あ、早い、大原あいちゃん。ねえ、ちょっと。よし、じゃあここに作っていくか。そうやな。一緒にさ、なんか、家作るって結構難しくない？なんか、まあ、違う考えだと思う。ね。まあ、その辺は君たちのね、コンビネーションとやらを、まあ、僕は上から眺めていようかなと。なるほど、ね。まあ、考えてるけどね。じゃあ僕、柱系やります。柱系やるから、ちょっとタイタイ選手には壁をやってほしいな。壁ね、了解いたしました。壁何ですか？やっぱ大原から学んだマイクラ術は、うん、とりあえず色を変える凹凸をつけるっていうのが、ね、大事らしいんだよ。なるほど。それしとけばね、とりあえずマイクラなんとかなるから。いて、柱完成。早い。早くね。柱できんの早いよ。柱4本出しただけだけどね。でね、僕だとね、この丸石をね、ちょっとね、違うな。あえてこの氷塊使うのありだけどね。それはね、俺も思ってた。ねえ、うん、素晴らしいよ。たくさんあるし、じゃあタイタイに乗っ取ってこうさせていただいて。なんかさ、俺建築すごい好きなんだけど、建築動画出すとさ、無言で建築しちゃうんだよね。それな、失格じゃん。そうなんですよ。どうしたらいいですか、大原パイセン。喋るんで、作りながら。いや、気合いで喋るんだよ。もうすげえ、オーシャンビューがすごい。オーシャンビュー。だからここガラスとかにしたくね。そうだね。あれ、タイタイそういうの持ってなかったっけ。砂、め、砂持ってた。砂、え、ちょ、砂、砂持ってき、砂。砂、あるあ、待って、いや、でも、いや、あ、ガラスない。ガラスないね。うわ、大原パイセン、これ、結構きついね、この業界。この業界。砂焼けばいいんじゃねえの。焼くってかまどか。丸石上から投げようか。丸石ね、結構ある、それで言うと。ああ、じゃあ、じゃあ焼けよ。焼けばいいんだよ。焼きます。これ焚き火置くとダメかな、これ。ん、いや、焚き火大丈夫。あ、熱い熱い熱い。焚き火ね、あ、後で置くか。柱の、分かった、俺、柱の横の柱。柱の横の柱。はい。すげえ分かんない。伝ってない、絶対伝ってない。ここは、ここは、もうここはほら、こういうことですよ。
絶対松明これ横後から置いた方がよかった気づいてしまった、気づいてしまった。これ上にねペペペペって貼り付けてもらっていいんじゃない。あれ君が作ってるの家だよね。家だよ。バン、本当に言ってる。何、家以外ないでしょこれ。いい氷でできてんだよ、うん、俺テーマ間違えたかと思ってちょっと不安になっちまって。いやー大丈夫か、家か。俺もびっくりしたよ。俺も、あ、わり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 、びっくりしたー、わりわり音がしちゃったよちょっとね、あ、全部階段はまずいぞこれ。割とこの敷地が狭いっていうことを気づいてしまった、はい、いや、それがいいのよ。それがいい。やっぱ味、味だってみんなさ、同じさラーメンの味だったら嫌じゃん。そうですね、うん、だから僕はやっぱ自己流を突き詰めていきたい。それで俺もうラーメンは全部家系でいいと思ってるから出た。でも俺思うのが、大原結構批判されがちなんですよ。そうなの、そう、大原家系めっちゃ好きなんだけど、うん、なんかさ、僕の周りの人たち、僕たちの周りの人たち結構家系批判多くね。家系派閥誰もいないまで。いや、家系好きだよ、好きだよありがとうよあれなんかちょっと石ってなんかちょっと墓地感出るね。バン、墓地感、うん、ちょっと一回こうやってみていい？こうやったらどうなる？ちょっと君たち絶対ないでしょ、絶対ないでしょ。もう絶対ガラス、牢屋になります。牢屋になっちゃった。牢屋です。え、ガラスあんの？いや、ガラス分けてくださいってきたガラスないの君たち。ガラス一切作って。ちょ、カマディカマディカマディ作るか。シロクマちゃん可愛いな。うん、うん、あ、でも子供いないシロクマちゃんだったら普通に優しいから。そうだね、平和だぜ。カマディってどうやって作るんだろう。丸石やつっすね。丸石全部使っちゃった俺終わった。え、じゃあ待って、カマディ俺提供するからさ、はい、ガラスくださいよ。いいだろう。よし、ブツブツ交換が成り立つとはね、ここに来て。え、これってさ、うん、必要なやつって砂？砂だね。砂1個しか持ってなかった。なんか砂岩は持ってるけど。終わった。これあれじゃない、詐欺じゃない。いやいや、詐欺じゃないいやいや、終わると落ち着いてください。終わると落ち着いてください。これ回収して帰るよ。すまないな。いや、これ終わった。目の前に見えてたわ砂あんの、砂あんの。いや、なんか砂浜があったから。おー、ちょっとじゃあ俺も取りに行こうかな。いや、もう全部俺取っちゃうもんね。あ、そういうちっちゃい系。いや、それで言うとかなりでかい。ちょっとエリトラ使うわ。エリトラ忘れてたわ。いいよね、みんなエリトラ持ってて。あげたやないかいあげたやないかい。おっと、清倉さん白紙のツッコミがめったに聞けないよ、清倉のツッコミ。いや、そう、俺ツッコむの苦手なんですよ。なんか永遠にボケ続けてるからね、今日。いや、俺ボケてるって感覚ないんですよ。いや、もう本当に天然で、もう素でオールウェイズボケてる。え、ちょっと待って。あの、エンドのあの塔がすぐそこにあった。いや、そうだよ。あ、そうなの、うん、前回その先行ったじゃねえかよ何見てたんだお前。え、結構なんか飛んだくない飛んでないよ。多分100マス、200マスぐらいで飛んでないよ。マジっすか。めっちゃすぐそこにあったわ。いや、なんか、あたかもなんか、え、奇跡が起きたみたいなそう、すごいリアクションだったもんね。いや、本当にびっくりした。ただいまー。ちょっとカマディ、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 カマディ。だいたいこのガラスさ、なんか4分割できるじゃん。板ガラスにできるから、うん、これ全部板ガラスでしょ。板ガラス。ちょっとね、やっぱ砂の需要が高まってる、この界隈において。今下手に使うとぶっ飛ばされるから。そう、寝てます。寝てます。いや、俺作業してるけどおはようございます。よろしくお願いします。今日も一日よろしくお願いします。よし、ガラスが足りん。ガラスが足りん。いやいや、圧倒的足りてないでしょこれ。足りてないね。いや、まあでも足りるかな。てか、このクマちゃんさ、俺のこと好きでしょ。それで言うと、うん、そうだね、キヨのベッドが一番近いって。絶対ね、絶対。名前つけてあげようぜ。確かに。名札シュルカーボックスない名も持ってると思うなよ名札シュルカーボックス持ってたら強いな。ちなみにそのクマちゃん、間違って引っ張ったくと無事切れるから。いや、めっちゃ強かっためちゃくちゃ恐怖でしかないわ、うん、すげえ居座ってるんですよ。タップしたいところにいるんだよ。かまってちゃうんだよね。邪魔だなちょっともう最終奥義いいっすか、タイタイさん。お願いします。最終奥義、ガラスオンリー。ガラスオンリー。ちょっとね、今日キヨキヨの建築が調子悪い。いやいや、すごくでもこのオーシャンビューはいいと思います。そう、ガラス結構やっぱ様になるよね。そう、四方八方海、
お前らなんか建築振るわないせいにしてるけどガラスに逃げようとしてるな。それだけは分かったぞ。ガラスの良さに気づいただけ。そうそうそう、良さを生かすっていう。物はいいよってこういう時使うんだろうな。あ、てか僕ちょっとまた終わらせて聞いてくださいよ。それ大事な話？大事な話で、ちょっと引っ越そうと思っててマジで。それ本当本気で言ってる？リアルに。でただじゃあ、でもただここはあの3年契約だから。ああ、かなりかなりかなり長い。で僕行ってもね、なんだかんだもう1年半住んでんだよね。だって前の家11ヶ月しか住んでないから結構長い。ああ。結構気に入ってるこの家。ちなみになんか引っ越すとこの目安とかなんかついてたりするの？場所？ああ、場所はねある。もっと？ちょっと動画じゃ言えないよね。ただじゃあ二度と話題に出さないでほしい。ただ場所あって、ちょマジで引っ越そうと思ってるところは、僕がすごい尊敬する方がいらっしゃるんですけど、あ、それは言うとダメか。まあ結構あのお仕事とかさせていただいてるんですけど、ちょっともうその人が住んでるところに行こうかなと思ってる。憧れがすごいね。で、すごいよくしていただいてて、そういろんなことを教えてくれるのよ。素晴らしいだからもう近くに住んじゃおうかなって思ってる。それはもうかなりだね。尊敬しまくりだね。そう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 、それいいことだ。それいいなって。それで言うと、はい、引っ越されると俺が遠くなったら俺が行きづらくなるから。大原って俺んち来ないじゃん。ああ、じゃあ喧嘩すんな。喧嘩しないでくださいよ。みんなで仲良くですよ。あんだあいつ。チェッツ。あや。チェッツ。あいついないLINEグループ作ろう。リアルリアル。リアルリアル。リアルだな。そうやっていつも俺にやってること。タイタイは招待しとくわ。争いに巻き込んでいくぞ俺は。争い、確かにね。そのグループにいる人、俺からしたら全員敵に見えちゃうからね。そうだね、はい、いい迷惑だ。どうでしょうか。なんかでもなんか全然これ豆腐じゃね。上めっちゃ突き抜けてる。スッカスカやじゃん。スッカスカだね。俺ちょっと本気出していいですか。じゃあじゃあお願いします。ちょっとタイタイさん、屋根お願いしていいですか。屋根ね。僕あのこの屋根の縁周りをちょっとちゃんとしてるかなって。屋根何？これは良くないな。ちょっとキヨキヨ不動産としてはちょっと良くないですよね。よくわかんない不動産。キヨキヨ不動産何かちょっとわからないために説明すると、でもキヨキヨが手掛ける不動産。それぐらいわかりますよ。バカにしてんだ。それ以外ないでしょ。あいつ俺らのこと舐めてた、ね。いや完全に舐めてます。違う、これは。やっぱ分かりづらいじゃないですか、救急不動産って。まあ初見だと思うんで。初見とか関係ないから。言葉の知識の話だから。あー、これ丸石の階段が足りない。あーでもなんかお墓みたいになってる。なんか俺の家、それがいいんですよ。それがいいか。でもこの人、待てなんか聞き捨てならないで。それがいいんですよっつったか今。なんか墓石みたいになってる本当に。え、ちなみにそこ君たちの拠点でしょ。いや倉庫です。いや倉庫じゃん。なんか自分行っちゃダメでしょそういうことは。これ倉庫じゃないよ。い拠点拠点です。こっから発展してるからね。上への下への。いや間違いない間違いない。延長線をなんか見越した上で建築してるからな。こう一回はしょうもないけどっていうのがやっぱり。そうそうそう、あのね、俺やろうとしてるのは違法建築やろうと思ってた。違法建築、はい、とはやっぱ家の上に家みたいな。あ、知ってるワード言ってるんだ。ご名答。もうそういうワード出しがかっこええやろ。いやらしいね。いやらしいよやっぱり。でもこれだとちょっと良くないな。本当に良くない。やっぱ俺のポリシーに反する。ポリシーに反します。いいことを知ってるね。こいつ舐めてるの。上からだよ。だいぶ上から来るよね。違うやっぱあいついないライングループ作る。あ、はい、どうですかもうなんかこの未知感。そうですね、このバリアフリー。パルテノン神殿。パルテノン、あ、いいね。いいね。いいんだったら。その感じよくない。いいですけど。パルテノン神殿っていう表現いいね。パルテノン神殿、うん、でちょっとやっぱ神々しい感じ、ね、僕はね、大原に学んだ。いやなんかその建築においてなんか俺の名前出さないかもしれない。なんか俺が変なこと教えてるみたいになりそう。ちょっとやっぱこう凹凸をつけていくといいんですよね。めんどくせえから内装作んないでいいか。お、タイだ。それ妥協です完全に。怠慢。怠慢ですよ。怠慢？怠慢です。怠慢はまた違えだ。怠慢です、あなた。あれ、あ、俺今てっきりなんか怠慢ってあのワンオンワンのこと言ってんのかと思ったけど、そっちじゃねえか。ちょっと、ちょっと今ブリッコ出た。なんかちょっとね。それはちょっと今いつものブリッコ出た。ドジ、わりわりわりドジみたいなね。ちょっとそう。謝ってんじゃん。めちゃくちゃ言うじゃんお前。
いい、うるせえな。かわいいかわいい。俺らもう停戦協定結ばないそうやって、うん、どっちかからね、まず喧嘩振り返る。よくないよ、そういうのはやっぱり。俺一方的じゃない。でも喧嘩よくない。喧嘩本当によくない。本当によくない。気をつけてよ。そう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 、あれ俺、俺 も, 俺も反省してる。俺も反省しろよ、お前マジで。いいよいいよ、え、めっちゃいいよ。え、てかその屋根いいじゃん、なんか全部氷っすね。なんか中からさ、見るとすごくこう涼しげのあるさ、めっちゃ涼しいね。あー、え、こう天井ちょっと開けるのいいね。ちょっとここ気になるな。これめっちゃなんか天井高い感じ出るね。そう、めちゃくちゃいいね。素晴らしい。じゃあちょっと念のため脇通ししときましょう。じゃあチェストとかをここに置いといて。いやでもこれ結構拠点と離れてるって結構きついね。なんか物がね、ない物がない、枯渇だよ。まあそれもさっさとなんか鉄道なりを敷いて。そうだね、まさしく行けるようにしとかんとね。きついもん今で言うと。まあ僕はちゃんと素材持ってきてましたけどね。え、どんぐらいと思う。なんかさ途中で欲しくなんない、なんかいろいろ。まあそれで言うと途中で建築やめたから。あれそうなの。なんかすげーのができてるぞ。ジャングルの木があるぞ、ジャングルの木が。僕がちゃんと持ってきてほんとだ。ということで、僕ちゃんシュルカーボックス、あれ終わるんすか。大体キヨキヨ、はい、一時完成。おめでとうございます。一時完成です。素晴らしいね、神々しいね。そうやった、やってないでしょ。おごそかな感じをね。そう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 。ドアの上スカスカやな。なんかできないから。あ、そっか。どうよどうよどうよ。でも結構墓石感出るね、なんかやっぱ石だとね。石だと暖かさがない。ない、うん、なんか冷たいね、うん、本当に。ダンジョンの入り口だよ。うん、そう、本当に思う。一生ダンジョン作ってるじゃん。じゃあちょっと大原パイさんの見に行くか。大原のとこ入れないんだけど、下からの方で行ったら。徒歩勢に優しくね、建築したわ。おー、なんかある。おいおい、ヌーブに厳しい建築したわ。なんかある、なんすかこれ。煙突ドーム状。そう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 。まあなんか作れねえかなと思って。お、すごい。なんかできてる。え、どうやって入るの中。え、すごい、なんかすごい。ねえ、中に入りたいって。入れてって。でもね、入り口がわかんない。あ、ここの、足場ブロックのところ。あー、なんか適当に足場置いてあげて。あ、じゃあ足場ブロック俺行くか、今から。飛ぶの下手だな。そう、下手なんだよ、ね。今、ちゃっかり当たったよね。俺、めっちゃ当たる。見てましたから。だから、ベチンって落とした。着地死が俺はもう多いんです。おー、すごい。何これ。めちゃくちゃすげえな。計算通りだ。めちゃくちゃすごいね。ちゃんと俺家作りましたよ。え、すげえ。え、すごくね。え、何、どうしたの大原。やっぱり角で、角がいいんだね、ベッドはね。確かに大原角派ね。それに関しては適当に置いた。いや、すげえな、マジで大原。センスしかない。いや、まあ、あり合わせの、まあ、白い素材良かったから。あー、すごいわ、これは統一感があってね、いいね。あの鎌倉作りたいなと思って。うわ、デザイナーズマンションだね、マジで。いや、この家賃高いよ。いや、俺ね、2人がこうわちゃわちゃふざけてる間に俺ちゃんと仕事してたからさ。いや、俺仕事してたし、ちゃんとせっせと。いや、ちょっと2人で見せたいもんあるんですよ。あっちの人、これ完成っすか。あ、これもう完成っす。俺それ見てなかったから見るわ。あ、でもいいんじゃない。第一次、はい、いやー、これね、多分大体なら伝わると思うんだけど、封印の黄金室めっちゃ似てない。あー、遊戯王じゃね。遊戯王、そう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 。めっちゃわかるな、これは。これ金ブロックにしたら多分これ封印の黄金室だ、ね、封印の黄金室だってる。封印の黄金室、封印の黄金室で、どうしたどうしたどうした。あ、そうだ、わじ黄金室に気を取られてる場合じゃないんだ。こっち来てくれ。お、ちょっとメーザーの方に、俺はまたね、俺ちゃんと仕事してましたから。これで、こっちが来てください。え、こっちなんかあんの。これ、キヨキヨさんが前、なんか中途半端に掘って、そこね、放置したやつなんだけど、ちょっとここをちゃんと俺、有効活用したいなと思って、はい、これ。おぉ、また、えネザーゲート、入ってみてください。入っていいんですか。え、どういうこと、どこに出んの。はい。木はすぐ木を取る。しかもエンドじゃん。エンドの。そうです。え、すげえ。ここをマジっすか。エンドとつなげておきました。えぐいね、大原。まあ、経験値が欲しくなったらこう、そういうことか、去っていけるように。エンダーマントラップ、エンダーマントラップ。そうっす。だし、そうそう、あと木も枯れるし、ネザーも、そうそうそう、ネザーもちゃんとあの整備すればさ、豚ちゃん、そのうちの村からでもすぐ行けるようになるっていう。なるほ
どね。ということで今日はですね、はい、こちらの、清原大隊だから3人の名前欲しくない？確かに清原大隊、ぜひともコメント欄で募集しております。ということでね、動画の説明欄にタイタイとね、タイタイ YouTube 最近始めたんですよ。はい、まあ、ステイホームというかね、うん、新しいことやろうぜってところで YouTube 始めたんで、ぜひとも、はい、チャンネル登録してみてください。そして大原大先生、大原教授、大原大総統のですね、終わり30秒だけ俺めっちゃ楽しみ。チャンネルリンクもね説明欄あるんで、最近2万人突破したということでね、ぜひともチャンネル登録していただければと思います。そしてそういう感じでは本当に感謝して、ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録してね、この記憶ら毎朝出しておりますんで、ぜひとも、また見ていただければなと思います。そして周りにはねパート1から最新回までの動画が全部入ってる、再生リストございますんで、まだ見てない動画ある方はそちらからチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。大体ねリアル世界でお辞儀してました。